マジかよザーグ、バズのことをブラスターで撃つなよー。どうも、しゅんす TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、ベンソンがジョンソンのことを食べてしまいました。共食いですね。なんかジョンソンがハサミで刺そうとしてきたからって言うんですけども、ジョンソンがそんなことしないと思うんですよね。でも今シュンズ TV の部屋にはもうジョンソンがいなくなってしまいました。とりあえず今日も朝からなんか隣の部屋のトイストーリールームがバタバタしてるので、カメラを持って入っていきたいと思います。ママあー、さて、トイストーリールームの前まで来ましたよ。ちょっと大丈夫かな、心配なんですけどもね。よいしょ。おもちゃの皆さん、おはようございま。ちょっと待ってください。何これ、なんかバスが降参だみたいな感じでやって周りをみんなが守ってるんですけども、どういうこと、なんでバズが降参だみたいな感じになってるんですか？一体これはどういうこと？あれ？ちょっと待って。ザーグのことをみんなで止めてますよ。強いサニーサイドメンバーがザーグのことを止めています。一体これはどういうことなんでしょう？さあ、これで終わりだ、バズライトイヤー。別れの時だ。どういうこと、あ、ポリスセンチだ。ポリスセンチ、教えてください。一体これはどういうことなんですか？シュンス TV、 大変です。ザーグが昨日充電しながら寝ていたら、こっそりとバズがハサミで襲おうとしてきたのを見たと言っています。そしてザーグが怒ってバズにどういうつもりだと言っています。ちなみにバズはなんて言ってるんですか？もちろんそんなことはしていない、ザーグ目を覚ましてくれと言っています。ちょっとベンソンとジョンソンの時と一緒じゃないですか。なんでみんなハサミで攻撃しようとしてくるのを見るんでしょうね。ちなみに他に目撃者はいません。ジョンソンの時もベンソンしか見ていなく、バズの時もザーグが見たと言っているだけです。そうか。ちょっと、ザーグ、落ち着いてください。バズとめちゃめちゃ仲がいいじゃないですか。私も信じていた。でも、そのバズに裏切られたから、復讐の時だ。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。皆さん、昨日から何なんでしょうね。なんでみんな変な幻みたいなものを見てるんですか？ベンソンはジョンソンがハサミで刺そうとしてくるのを見たって言ってますし、ザーグはバズがハサミで刺そうとしてくるところを見たと言っています。どんどんシュンス TV のおもちゃが仲間割れをしていますよ。このままじゃマジでやばいです。でもおもちゃたちはみんな優秀だから、話し合いで解決してくれると思っておりますので、ちょっと皆さん、ぜひね、話し合いで解決してください。ああ、剣がバービーに行っちゃダメだ、危険だからみたいな感じで抑えていますよ。とってもラブラブですね。それにベンソンはもうお腹いっぱいにジョンソンを食べちゃったから、もうなんでそんなことするんだよ、ギャビーだってとっても悲しそうじゃないですか。まったく、あ、そうだ、バズ、ちょっとこのままじゃ危ないからさ、私と一緒に隣の部屋に行きましょうか。そっちの方が安全だと思いますのでね。じゃあ皆さん、ここで待っててくださいね。よし、バズ、こっちの部屋にいれば安心ですからね。ザーグはなんであんなに怒ってるんだろう。まあ確かに夜中ハサミで刺されそうになったら誰だって怒りますけども、でもこんなことバズがするはずないじゃないですかね。それにドアが開いた。誰か入ってきましたよ。誰か、ザーグ私の勘違いだった。バズ・ライトイヤーがそんなことするはずがない。さあ、仲直りだ。なんかザーグがそう言ってますけども、勘違いをして悪かった。そうか、バズ、ザーグは勘違いだったって言ってますよ。よかった、ザーグ気づいてくれて。バズがそんなことするはずないですもんね。じゃあザーグもバズも隣の部屋のトイストーリールームに戻りましょう。いや一時はどうなるかと思いましたよ。でもザーグがなぜかね、勘違いだったって気づいてくれたみたいなのでね、これでみんな笑顔で過ごすことができますね。バズとザーグ、これからも仲良くしてくださいね。じゃあ私はね、今から下にリビングに行ってきますので、じゃあみんな、さようならー。よいしょと。ん？勘違いだったというのは嘘だ。待って、なんか声が聞こえる。煩いといや、こうでも言わないと私の目の前には現れないだろう。さあ、降伏しろ。別れの時だ。ちょっとこれはまずいかもしれないですね。これちょっとやばいので、ちょっと一回開けてみますね。あれ？ちょっと待ってください。バズはどこに行っちゃったんですか？しかも、ザーグ、さっき外で聞いてたんだけど、もしかして嘘だったの？勘違いだったって、勘違いじゃなくて、そしてバズのことを恨んで、撃ったってことなんですか？ああ、シュンさん、大変だ。バズが消えちゃったよ。ザーグのブラスターで撃った瞬間に。ええー、マジか。ザーグ、なんてことするの？私をハサミでやろうとしたから当然の報いだ。マジかよ。大変だ。バズが撃たれた。バズが消えちゃった。誰か助けて、神様。マジかよ。ちょっとザーグ、いくらなんでもやりすぎなんじゃない？大切なバズ・ライトイヤーのことを撃つなんて。あ、そうだ、ジェニーちゃん、スクリーンロケーションでバズがどうなっちゃったのか教えてください。お願いします。マジか、バズ本当に粉々になっちゃったんですね。ザーグのブラスターは本当にめちゃめちゃ強いんですね。皆さん、昨日はジョンソンが消えてしまいました。そして今日はバズが消えてしまいました。どんどん仲間割れによっておもちゃたちが消えていってしまいます。どうしてハサミで刺そうとしたのか、そしてその光景を見てしまったのかが本当にわからないんですけども、シュンス TV のおもちゃはそんなことしないと私は信じております。一刻も早くこの原因を解明しないと、どんどんおもちゃたちが仲間割れによって消えていくことになってしまいます。明日は何も起こらないといいんですけども、とりあえずザーグとベンソンから詳しく話を聞いてみたいと思いますので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。おいおい、この後ザーグの質問コーナーに行って大丈夫か？キャビット、そうだね。一回キャビットがみんなを笑わせるしかないわよね。ザーグがまさかあんなことをするなんてな。キャビット、そうだね。ララルーもとってもびっくりよ。今日も俺の最高の謎かけを聞かせてやる。キャビットやっちゃって。みんな楽しみに待ってると思うわ。整いました。仲間割れとかけまして、やり投げと解く。その心は？どちらも思いやりが必要です。キャビット、面白いね。笑いが止まらないわ。キャビットです。悪いな、バズ・ライトイヤー。私はバズ・ライトイヤーにやられる前に先にやってやった。これを見てる奴ら、どうか私を悪く思わないでほしい。そして我々の作戦を理解してほしい。ザーグに質問です。夢って見るんですか？おもちゃって。我々おもちゃも夢を見る。この間ウッディが捨てられる夢を見たそうだ。おもちゃにとってそれは悪夢。なので我々は常にいい夢を見たいものだ。ベンソンとジョンソンが仲直りできますように。私もそう思う。ベンソンとジョンソンは親友だ。だから仲直りできるようみんなで祈ろう。ザーグに質問です。脱獄ごっこを知ってますか？私は脱獄ごっこを知らない。しかし、宇宙で捕らえられた時、脱獄することを決心した。そしてその脱獄ゲームについて詳しく知らないが、とても面白そうだ。おもちゃたちのみんなでやっても盛り上がりそうな内容だ。これを見てる奴ら、チャンネルル登録と高評価を済んだ。高評価は我々のバッテリーになる。そしてチャンネル登録してくれたやつは我々の仲間だ。もちろんバズ・ライトイヤーも含めて。なのでバズ・ライトイヤーが好きなやつもチャンネル登録をして我々の仲間になろう。そして仲間みんなで団結をして宇宙の支配者になるのだ。その他は敵だ。さあどちらか選べ。降伏しろ。